さて、やってまいりました。やってまいりました。今回はですね、こちらトレーディングポスターのダブルモグなんですけど、これに今会社員かけてるんですけど、さらに鏡面の向こう側を目指すためにあるものを使いたいと思います。それがなんとですね、何だと思いますか？これです。あ、こっちです。そう、長谷川さんっていうところのセラミックコンパウンドっていうやつです。すごい、なんて言うんでしょうね、セラミック粒子のすごい細かいやつが磨き上げ剤なんですかね。そうですね、タミヤのコンパウンドと、同じような感じだと思うんですけど、それよりもしかしたらもっと細かいのかなと思います。で、ちょっと早速やってみたいと思います。左足に、右足にかけていきたいと思います。そうですね、ビフォーアフター分かった感じですね。そうですね、やっぱ十分綺麗ですけどね。ありがとうございます。もうこっからもうさらにパキ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 にしたいと思うので、まずはちょっと寝る生地につけて磨くとどうなるかをやります。はい、ちなみにこれ おいくらなんですか？これはですね、確か900円ぐらいだった。930円とかそれぐらいで買えます。だってよっぽど使うもんじゃないからね、減らないから。そう、全然多分1本あれば、一生いけますね。ほぼ一生分あると思います。こんなしか使わないんですよ、1回で。なるほどね。もう一回に1本、長谷川セラミックコンパウンドということですよ。これは間違いないです。常備してない家はもうちょっと私が届けます。そうですね、ぜひ歩いてもらってみたいです。そうです。ちょっと水をつけてですね、これもですね、ちょっと取りすぎは厳禁なので、こんぐらいでいいです。こんぐらいついてるかついてないかわかんないでしょ。わかんないぐらいでいいんです。それをなじませて、本当にちょっとなんですね。ほんのちょっとでいいと思います。で、見えるかわかんないんですけど、磨き始めると曇って、一回曇るんですけど、表面をなだらかにですね、これで削ります。はいはい、しばらく削ってってあげるとどうかな、ちょっと水を足りなかったら足して削ったりして、でもちょっとツルツル、ちょっとツヤっとしてきた、ツルツルしてきましたね。曇りは解消されました。目が細かいんで、諦めずしばらく磨き続けてあげてください。今一回曇ってまたツヤ出てきましたけど、はい、これはその どうなってるんですかね。これ足した方がいいのか、このままやっていいのか分かんないですね。そうなんですよね。ただ多すぎるとワックスを取ってしまうので、ほんのわずか微調整を。なるほどね。指にこんぐらいでいいんじゃないですか。こんぐらいで、そう、こんぐらい映ってるかな。そう、こんぐらいで点でいいんです。ちょっとだけ、そう、あれのアリンコぐらいでいいと思います。で、また足りなかったら、透明プラスチックの磨き上げに、そうです、コーティングプリマーの下地処理、タミヤのねコンパウンド見ますけどね。タミヤは有名ですけどね、長谷川っていうところもなかなか、知られてないと思うので、もうかなりですね、磨いてて来てますね。来てますね。だいぶ来てますね。あ、来てますね。わかるわかる。このこっちと比べると余計わかる。カメラだとわからないかもしれないですよ。ちょっと違いが、こっちが使う前、でこっちが今ちょっと使った後、置いた方がいいのかな。多分ね、あんまりわからないかもしれないですね。もうちょっと磨くと、もうちょっとやってみましょう。もうちょっとやってみましょう。多分確かにまだちょっと実験なので、デコボコはしてるので、もうちょっと溶かしてなだらかにしちゃってもいいのかもしれない。透明につけてみましょう。
でも曇ってからツヤ出るまでにまあそんな時間かかんないんですね。そうですね。まあ、でも若干ワックス剥がれたかもしれないですね。そうですね。気にせずやりましょう、うん、この辺。ああまあまあまあ。ね、まあ本当だ。まあまあ。これはあの そういう時。こっちの効果を見てほしい。そうですね。ワックス剥がれたよりコンパウンドの効果を分かってもらえるから。多分ある程度厚塗りしてないと。そうですね、ちょっともうちょっと厚塗りした方が良かったですね。基本薄塗り厳禁なのでコンパウンドは。あでもあの分かりますよ、来てますよ、確実に来てますか、うん、もうちょっとやってみましょう。いい感じに今若干まだ曇りが完全に、うん、まだちょっと曇ってますけど、それが足りなければちょっとつけてシャーッと。これをこう数日にかけてやられるのかもしれませんね。そうですね、おそらく数日ワックス完全に固めてあげて削ってあげた方がいいんでしょうけど、多分 2,3 日使えばもう多分鏡なんじゃないですかね、向こう側ですか、はい。そう、乗せてワックスをそこで1回コンパウンドでさらっと仕上げて、で1日置いて、そうですね、でちゃんと定着させて、その上にまた塗り足してそれをコンパウンドしてみたいな。そうするとすごいなと思うんですけどね。あでもこれだけでも、今だけでも、うん、だいぶ変わってきました。ちょっと違いますね、肉眼では分かる。そう、肉眼ではおそらく分かるんですが、まあ、一旦こっちだけ見てもらいましょう。ちょっとあれかな、まあ、で仕上がったらちょっとあとでカメラ。そうですね。でここで多分ちょっともっと磨くためにあるものを使うんですけど、今日はですね、はいはい、そうみんな大好きだし、締めと言ったことで、はい、大好きじゃないんですけど、みんなは。いやいやいや、靴磨き好きな人だけ大好きな、ちょっと頑張ってですね、開けるかな。ここからさらにきっと効果が、ちょっと水をまたつけてですね、バンドを取ります。お、今結構入りましたね。ちょっと多めですね、もうちょっと。ここから優しく焼いていくんですけど、うん、ちょっとどうなるかですね。まあ、一回曇るけど、しばらく磨くと、うんうん、あの鳴らされてくっきり綺麗に映っていきますね、うんうん、薄塗りのところのちょっとワックスがやられ気味になってきましたが、気にせずやります。でもそのこの蛍光灯の反射を見ると、そっちは結構やっぱり皮の凸凹がやっぱ出てるんですけど、こっちはね、だいぶ、まあ、曇ってはまだいるけど、クリアな感じ。クリアになってきました。事前にもっとちゃんと仕上げておけばよかったんですが、まあすごい、ですけど、うん、磨き続ければ削ってってくれてる粒子が残って、うん、それも延々と負けずに磨き続けてあげます。だいぶ平らになった状態でまた塗り足してコンパウンドしてってやっていくと。そうですね、これでまた明日寝かせてワックスしてまた同じコンパウンドの作業をやると、うん、多分もっとすごいでしょうけど、これ寄ったら多分違う、分かりますって、全然違うもん。今分かりますか、ね、うん、分かる分かる。ちょっと寄ってみましょう。やってみましょうか。一回ね、ちょっと携帯のカメラでちょっと置いてもらってもいいですか。こっちですよね、アフターがね。そうですね、反射が違うもん。血が
ンパウンドした方で、違うしてないんですね。ちょっとちょっとほら違う、全然違う、蛍光と同じとか全然違う。採用で。いや、いいっすよ、いいっすよ。あの、全然、結果出てる。だいぶ、うん、いいっす。全然出てる。ちょっとまだちょっと。こんなすぐ結果出ると思わなかったですね。あ、本当ですか。うん、自分も思ったより、すごい。僕、コンパウンド持ってないんでやったことないんですけど。ぜひ、買っていただいた方がいい。全然わかりましたね、違い。すごい、すごい。より粒子が細かいって言ってましたね。らしいと、ちょっとインターネットとか調べた一説によると、うん、タミヤが1万5千円ぐらいかちょっとわからないんですが、それよりもうちょっと、ちょっと1万番手とか謎の番手なんですけど、ね、はいはい、それよりももうちょっと細かいらしい。割と失敗思ったよりでも しないと思いますね。確かに、確かに厚塗りしていれば、そうですね、厚塗りだと番手がすごい細かいんで、うん、粗すぎると一気に削れちゃうと思うんですけど、確かに確かに、はい、これだけ細かければちょっとで、うん、ちょっとずつやれば失敗することはあまりないかなと。あとやっぱりつま先をメインでやればこの辺の境目が削れることもないかもしれないですね。あ、そうですね、うん、今割と広くやってもらってるけど、はい、だいぶ違いが出てきた、違う違う、もうちょっとだけですね、最後に、うん、最後の磨き上げですね。いや、面白いな、いいですね。これはもうぜひ、うん、靴磨き好きな人は使ってもらいたいんですけど、うん、その興味極めたい人は、そうですね、ダメだっていう人もまあもちろんいると思うんですけど、まあまあまあ、極めたい人は一回使ってみるのはありかもしれません、うん、自分はなんだかんだ最後仕上げるとき使っちゃいますからね。はい、いいな、そのちょっとしたなんかね、我々こう写真を SNS に投稿したりするじゃないですか、はい、映えますね、これ。これはもう、ね、インスタ映え間違いなしです。もう絶対もういいね、500万いいねぐらい来ますよね。見たことない。いや、そんな見たことないですけどね、自分の性別で100ぐらいですけど、ね、いやいや、十分すげえな、やっぱ粒子細かいのいいんだな。だって紙やすりとかってそもそも200とかそういうレベルのあれじゃないですか、そうですね、200、400、800、ね、とかですけど、で1万ってそもそもなんか桁が違うの、そのさらに上ってすごいですね。そうなんです、もうどうなってるのって話で、ね、どこなんですけど、ほぼだいぶ曇りも取れてきたと思うので、うんうんうん、すごいすごい、多少入ってるだろうかな。まあそうですね、あんまりそのワックスが薄いとちょっとね不安かもしれない。ちょっとそうや、不安でもないと思うけど、ちょっとそう、そうなんですよね、いろいろ入ってるので厚めにやっぱ基本やってもらうと、うん、はい、いいと思いますね。若干まだかかってる、どうですか。いや全然、まあ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 多少はあるけど、でもその、そもそもの面がやっぱり違うから全然綺麗ですけどね。すごいな、確かに
なところじゃないでしょうか。もっと時間があればあれだったんですか。まあ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 、ちょっとこのカメラで寄ってみましょうか。わかるか。もっとあれですね、時間かけたいところだったんですけど、なんかわかんないですかね。角度変えたらどうですか。いや、このカメラでもわかんないことないけど、ちょっと置いてもらってもいいですか、これを。左が、こっちがコンパウンドした方ですね、はい、こっちがしてない方してない。で、やっぱ見比べるとこの蛍光灯の反射具合が全然違いますね。これはね、全然違いますよ。全然違います、うん、まあ多少こっちまだ曇りあるんですけど、面が平らになっているのが明らかに分かります。はい、ありがとうございます。いえいえいえ、もうちょっとやりたくなっちゃうやつですもうちょっと大きくてもいい。ビビってるんで。あ、まあまあ、なんつうビビってるんで、この辺か。一回曇っちゃいましたね。そう、ビビりますよね。剥がしちゃう。完全にもう実験犠牲になる格好になってるんですよ。あ、調子に乗ると、そう、こうなっちゃう。調子に乗るとですね、こうなるんです。みんなご注意。ちょっとずつやっぱやった方がいいんですよね。そのやっぱどうしても溶かした効果ある。欲は出さない方がいいです。よくわかりました。よくわかりましたね。そうです。人生においてね。そうです。そう、欲張らないこと。そう、これはもう本当に人生ずっとこれもう日々の生活で言えることですよ。欲張りすぎるとこれですよ。謙虚にね。
パウンド磨き見てください。それではまた。